普通ランチではどちらかから選ぶ感じなんですかね。そうです、こっちは気まぐれランチって言って、はい、その毎月定期的に変わるんですよ。なので、まあ、これは今月は今月ランチで、まあ、ちょっと夏の間はちょっと続けようかなって思ってるんですけど、まあ、例えば冬場になったらスンドゥブランチだったり、あの季節によって変わるって感じですね。あ、そういうことなんですね。季節限定みたいな感じですね。そうです。でこちらはメインのランチです。これもずっとレギュラーメニューで、ちょっとでもレギュラーなんですけど内容が変わったりします。あ、なるほどなるほど。今はこのトッポギが入ってヤンニョムチキンが入って、セモで人気のあるものを一度に楽しんでもらおうと思って、はい、このランチセット作りました。あ、なるほど。もし変わるんであればこれが変わるってことですかね。そうですね。なるほど。じゃあこれ見たら分かるってことですか。はい、はい、これもさっきのやつですよね。そうです、コーンクックスの食べ方が載ってます。あ、この数量限定とは1日の数量限定、1日数量限定ですね。キッズメニュー、キッズメニューがあって、どう違うんですか。キッズメニューはお得にはなっているのと、はいはいはい、あとお子様は辛いものが苦手なので。あ、そういうことなんですね。そのお子様のためにあるメニューです。これもだからテイクアウトできるってことですよね。はい、テイクアウトできます。テイクアウトメニューが、まあ、こちらこちらです。というとですね、僕多分これにしようかなと思ってますけども、はい、季節限定なんで、あの店の入り口には16時までって載ってるんですけど、はいはいはい、今は11時から17時までやってるので、オーダーストップが4時半なんですよ。あのランチ終わったらそのカフェタイムのメニューいろいろ充実してるので、ぜひ。